グレゴリウス10世は、ローマ教皇。イタリアのビスコンティ家出身。本名は、テオバルド・ビスコンティ。1268年のクレメンス4世の没後に、開かれたコンクラーベは3年経過しても教皇が、決まらず、1271年にようやく、テオバルドが選ばれたが、本人は、エドワード王大使が率いる第8回十字軍に、従軍して、不在、ローマへ戻って即位した。 1274年に第2リオン公会議を開催、東ローマ帝国皇帝ミカエル8世に参加を呼びかけ、ミカエル8世は参加しなかったが、代理施設を派遣した。公会議で、正教会とカトリック教会の合同が話し合われ、東西教会の合同が達成されたが、これは東ローマ帝国遠征を企てている、シチリア王、シャルルダンジュを牽制するための方策であり、 聖教徒からの評判は悪く、やがて取り消しとなった。また、自身の強行選出まで3年もかかったコンクラーベの悪兵を正すべく、強行が決まらない場合、数期教団は外界から隔離されるなどの改正を行った。他には大空位時代を集結させた、ルドルフ一世のローマ王位を承認、一方のカスティーリャをアルフォンソ十世の選出に反対した。 1276年1月10日、アレッツォで病死。死後に副社に劣勢られた。直ちにコンクラーベが開かれ、21日にインノケンテウス5世が選出された。グレゴリウス10世が確立したコンクラーベは型を変えながらも、現在まで続いている。ありがとうございます。